ナーです、はい、だよなお先週誕生したコーナーです。最後にだよなで締めれば OK です、うん、だよな系ですか。だよな系、だよな系って何ですか。皆さんだよな系、だよな系何なんだ。だよな系じゃないの。ちょっとついていけない、はい、そう、はい、だよな、違う、だよな系じゃない、どうなんでしょう。そう見えるんだよなそういう、え、さすがに言えばいいのかな、え、うん、そういうことなのかな。ちょっとわかんない、わかんない、わかんない、ちょっとわかんない、わかってもらえないんだよな何このコーナー何このこれ新コーナーですよね、どういうこと、末期のコーナーじゃないですか。今日から始まるんですよね、うん、そうよ、おかしい、いや、おかしいと思います。面白いと思うんだよな何このコーナー何言ってんのかわかんないんだよな。あ、だよな系だ。何これ。だよな系だ。何？やべえぞ。だよな系だ。これだよな系。だよな系の人。悪そうなやつだいたいだよなだから。なんだこれ。なんかいまいちわかんないんでちょっと。うん、ちょっと巨人もだよなって言ってみな。うん、大きな声で。だよな。あれ？え？ちょっと今僕だけですか。なんか聞こえた。いや今僕ただ、何、いやいや今多分桜井さんの声だった。嘘だよ。だってなんかね、ちょっともう一回だけ言って、うん、いいよ、うん、だよな、俺もそうだよな。ほらめっちゃ聞こえました今エコーもかかりましたけど、え、近いんじゃないですか確かにもうライブとか終わってる時間だと思うんで、もうね10時近い、ね、何してるか聞いてみたの、うん、え、もう桜井さん今何してんの。椅子片付けてるよ撤去も、いやこれ撤去自分でして、撤去自分でしてるよ。だって何万人っていうライブで水中でも他が他やれよ他やれ、あとで俺が手伝うからな、かわいそう初心忘れるでから、うわー昔ラママとかそういうところでやってきたからね。対話してあったらしい。ああ、そういうところの気持ちは。言っていいだよな、だよな。あんたが火つけてるのに、いつもさ、出したりくるやめて。ラジオネーム、はい、三平。これ、だよなで締めれば何でも OK。何でも OK。ラジオネーム三平。自由度が高いです。わ、はいはい、かりました、はい。将来は絶対幸せな家庭を築きたいんだけど、もう59歳なんだよな。無理無理無理、無理だよ、もうこれがだよなの日本だよ、だよな系の連中が、はい、なるほどね、ラリパッパ、ラジオネームラリパッパおじさんになってもヤンキーっておっかないんだよな。いや、わかるわかるね、ねえ、わかります、ね、まだビビんないと思ったけど、未だにビビってますね、コンビニの前、怖い怖いな、怖いだよな、そんなでっけえ体していや、怖くないですか。全然怖くないよ。怖くないふりしなきゃっていうことをいつも思っちゃいます。まあ15、6歳の子たちだしなって思って、うん、そうですね、俺焼き事持ってっからな、うん、あー怖いな、一番怖い人だよラジオネーム、はい、弟子の雅彦、俺は今までボクサーパンツ、トランクス、ブリーフ、パンティ、うん、色々試してみたけどやっぱり下着はトイレットペーパーの芯に限るんだよな。どういうこと。トイレットペーパーの芯、コテカじゃないんだから、あのアフリカの田舎の人たちだったり、あの急所のチンチンの杖ぶっ刺すね、ぶっ刺すやつラジオネーム熱海のたこ焼きマントマン、うん、五輪のエンブレム案を勝手に考えて発表してる有名人たちが滑りまくってる姿見ると悲しい気持ちになるんだよなちょっとふざけたやつとかね、はいはいはい、やってるみたいですね今ね。じゃあ俺今度はこれにやってみますとかさ、うんうん、まあね、やりたくなるわねそれね、はい、滑ってるとねなかなか難しいですよねラジオネームブラザーフットオブスティール、俺パチンコ屋にたくさん貯金してるっていうギャンブラーお得意のギャグがあるけど、うん、あれで笑ったことないんだよなだから悲しいギャグなんだから、あれ言っちゃいますよ、はい、募金してるとかね、うん、そうですね、はい、あるね、うん、ラジオのひろき、はい、チンコが小さい AV 男優って応援したくなるんだよなわかるな、これわかりますね、でっかい人だとちょっとがっかりするとか、そう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 、いやそれでっかいじゃん、うん、って中にいますもんね、ちっちゃい感じの人がね、ちっちゃい感じの方がいいですよね、うん、いいですね、共感を持てますからね、あればね、小さい相撲取り応援したくなるみたいなことなんですか ね、うん、ね、なんか体だけじゃなく、うんうんうん、技術とかでね、うっせえなでかい男が、え、
さっきの足の皮さ、はい、山崎さん山崎さん家で培養しようよ。やめてくれよ。山崎さん家の枕、はい、カビだらけだから。違う、それ昔の話じゃないかよ。今綺麗やから嫁はんちゃんとやってくれてるから。嫁はんもカビだらけだもん。違いますよ。何てこと言ってるの。そう思うんだよな。ほらだよなが。何でもだよねっていいわけじゃないよ。言うよね。いや言うよね系やな。何これ。コーナー崩すの早いよ。今週始まったんだから。そう言うよねって。ラジオネーム文節。デリヘルでしつこく本番交渉すると 3P コースのオプションつけてないはずなのに怖いそうなお兄ちゃん来ちゃうんだよな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 あんま言っちゃダメだぞ。山崎さんみたいに風俗嬢の人はお姫様のように扱わないと、はい、そうだよな。うわあ、足だわのような足やわ。カモシカのような足してるな。えらい綺麗やな。本番させてもらえるか。ダメです。辛いわ。濡れとるやないか。いやいやいや、それはフルコース。フルコースってどういうことや。濡れてるからやらせろってことですね。風俗店での山崎さんの声聞いたことあるんですか。本当だよ。上の細いとか聞こえてきたの。そんなわけないよ。隣だったんだろだって本当に。いや見たこと何回もあるけど。隣だったの。ヘルソン。隣の部屋から聞こえてきたの。もうカモシカのような足やわ。よう取る子や。女の子若いからキョトンとしてカモシカのような。意味がわかんないけどって。例えたいんですね。知らんのよ。知らんのよ。ちょっと例えるおじさんの例えだから、ね、そうそう肌綺麗やから。ラジオネームブラザーフットオブスティール。好きな番組が始まるまであと30分ぐらいあるからオナニーでもして時間潰そうと思うんだけど結局5分で行っちゃうんだよな。だよな。わかる。じゃあもうちょっと時間調節してね。若い頃は本当そうですね。うん、待って30分あるからじゃあ30分あるか難しいな。どうしようか。いやスピードとか調節したらね、もうちょい伸ばせるんじゃないですか。手を上下させるな気持ち悪い。バレてないだろうよ見てる人に。聞いてる人ラジオネームひろき。1年以上愛用しているダッチワイフはもう家族だよな。だよな。そうなんだ。そんなそこまで愛情がね。うん。ね、ラジオネームね。うん。ヤーション。ヤーション。股間が濡れてるってバレたか。実は今日の朝電車でおしっこ漏らしたんだよな。超つまんない。漏らしちゃったんだな。以上。ラジオネーム頑張れた姫、はい、うん、コンビニの店員さんにトイレ貸してくださいって恥ずかしくて言えないから、うん、いつも漏らしちゃうんだよな。最後せめて1個なんか買ったりすればいいでしょうよ。だけ小心者だよ。三平。実生活では下ネタ言う勇気ないんだよな。言え言え。多そうですね。ここの聞いてる人たちはね。そうだね、我々は本当に言いますからね。そうね。面と向かってよね。ガンガンガン。それから褒めるけどね。知らんわもうやばい。ラジオね頑張れ歌姫。日頃不細工な女のことをバカにしてるけど、うん、実際に下着姿見たらギンギンに勃起するんだよな。そりゃそうです。そりゃそうですよ。本当悲しいからね。ラジオネームラッパーザキバチョブ、うん、口の中に拳入るって自慢されてもどうリアクション取っていいのかわかんないんだよな。まあね、はい、なんかあるって言われるからしょうがなくてパターンあるけど、うんうん、ラジオネームグランドマザーファッカー、はい、うちのじいちゃんは浅香光代を置かずにオナニーできるやつだけが団塊の世代って言うんだよな。浅香光代がちょっといい女だなみたいな捉え方あるよね、はい、でもね、ああそういうこと言うね、うん、結構モテたわよって言うもんあの人。あで昔なんかねこういう人と付き合ってたとかこの間も言ってましたよね。なんかね、そうですか、いいんだよね、うん、あ奇妙だからね、下着なんて履いてないからね。チラッと寝ててやったらいつ頃だよ。まんまクオクオクオ浅香光代の、はい、浅草の匂いがするよ。どんな匂いやの。大丈夫。浅草の匂い。若い連中みんな私の体取ってきたからね。ラジオにまんまって言うね。
使用済みパンティって実際使用済みかどうかよりも、うん、使用済みだと思い込むことが大事なんだよな。うん、まあね、うん、ついてた昔ね、うん、あのエロ本とかに ありましたね、うん、迷った何買うかどうかを。でもどうせ男の人があのポン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 って綿棒のやつなんかの、はい、なんかイカの塩辛かなんかの匂いつけてるのかなと思って買わなかったね。買わなかったんだよな。だよな。だよな。出ました。はい、以上です。ラジオネームダヒ、ソフトバンク強すぎだよな。その辺で言うてる。その辺の居酒屋で言うてる。みんなだよな。強すぎるでしょ。すごいですよね。貯金どんだけって感じですよね。いつの間にかもう巨人ぐらい大補強してません？いや、そうですよ。強いね。強い強い。やっぱね、お金の力ありますしね。めちゃくちゃ強いわ、ソフトバンク。松坂働かなくても関係ないですからね。本当。松坂慶子さんでしょ？いや、違うの。大好きですよ。そんな補強してんすか？本当だよ。なんで松坂慶子補強しとんねん。補強、え？補強、補強？補強じゃないよ。松坂恵子の豊胸にソフトバンク金出すよ。よっぽど孫さん好きやったんですよ。セクシーですけどね。愛の水中カメ大好きでしたよ。ラジオネーム弟子の正彦。携帯で仕事探すんだけど5分もしないうちにパズドラやっちゃうんだよな。わかるわ。まあね、もう地獄のようにやっちゃう。携帯ゲームとか、すげえやっちゃうわ。うん、やっちゃうんだよな。ラジオネームハリーズブラザー、はい、松井和代と松井和夫って紛らわしいんだよな。いや、全然ジャンル違うから。本当ですね、紛らわしいよ。違うだけですけどね。うん、今日、加藤愛さんのなんか妊娠のニュースやってたら、あと海さんと似てるみたいなやつを、あの、はい、アッコに任せてやってた。やってましたか。うん、そしたら、アッコが、はい、全然違うけどな。全然ちゃうやん。全然見間違えへんで。見間違えへん。全然。それはそういう問題じゃねえよ。私は、ほんでな、私はな、うん、和田アキ子、うん、矢田アキ子で、お間違えてドキッとしたのにゃ。矢田アキ子と和田アキ子、うん、すっごい似てる。文字見の。はぁ、似てますよ。加藤愛と後が全然わかんない。いや、同じやないか、文字面は。うん、ねえ。いや、すみません。突っ込んだ。大丈夫、一生合わないから。なんて悲しい結末なんですか。まあいいや、合います、合いますよ。ラジオネーム3手、フットワークは軽い方だけど、うん、社会に出ることだけは無理なんだよな。出て面白くないな。何でだろうな、はい、人まあな、うん、そうか、河合さんな、はい、ラジオネームカッコ閉じる、うん、中日の選手が続々と引退を発表してるけど、みその選手の例もあるから本当は引退しないかもしれないんだよな。野球選手はさすがに引退するね。そうですね。これはね、うん、復帰はないですもんね。なかなかないですね。前言撤回ないですからね。したとしてもまあどっかね、韓国リーグとか、はい、台湾リーグとか ね、そういうのはあるけどね。ラジオのエレファントかさまし。ちらっと脇が見えてもツルッツルの綺麗な脇じゃ意味ないんだよな。まあね、綺麗であってほしいけど、まあ、2,3 粒ポツポツと毛穴が赤く腫れててほしいんだよな。なるほどね。あのテニス選手とかでも、もうありますよね、ちょっと青っぽくなってる人とかいますよね。変態。いやいや、なんでやねん。キモい。今のキモかったですね。急に前のめりになって。最低。女性の敵。女性の敵。やかましいわ。最低。もっとすごいこと言うてたやん。俺ただそういうのいるよねって言ってた。でした。ラジオネーム鳥取は今日も雨。うん。送ってくれて嬉しいんだよな。いやいや、ちょっと挟むんだよ。挟むんだよな。うん。崩したいんだよな。何なんだよな。うんちゃん、お前らちょっと違うんだよな。あ、またうまい。うまいんだよな。いや、もういい加減しろよ。全然面白くねえから、別に。捕まった。ボクシングジムに通って強くなって悪いやつを懲らしめたいけど、ジムに通うのめんどくさいんだよな。わかるけど。そうだよなー。いや、そんなコーナーですか？え、わかるのコーナーに近づいてってもんですけど。
ラジオネーム、タクヨシロウだよな。いやいやいや、ラジオネームどこまでですか？タクヨシロウまでですね。タクヨシロウだよな。あ、そういうことか。はい。行くぜ、行こうぜ。だよな、言われた。今日そのパターンないんだよな。石原さとみちゃんの体に捨てるとこなんてないんだよな。ああ、そうだよな。わかんだよな。確かにだよな。確かになだから。確かになか。意外と難しいんだよな。うるさいな。ちゃんとやってくれよ。はい。困るんだよな。古いね。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。はい。巨人の歴代、巨人選手の歴代スキャンダル写真のラインスタンプとかあったら売れると思うんだよな。うん。ああ、確かに。ラジオネーム、熊タイム、うん。スカートの丈を長くしろと注意する校門の先生は自分が損してるよな。いや、だよな。違うじゃない。いや、これ気づかないから。素人かよ。これダメだ。これイエローカードだな。あ、だよな、言わなかった。これイエロー。このイエローです。はい。ラジオネーム。イエローが2枚溜まると、あれですから。どうなんですか？あの自宅に、うん、あの、足の皮を送ります。みんな気をつけて。これレッドカードだ。これが。はい、これで送られてきますよ。走りグマ。大変なことになるよ。美容室でどんなに細かくオーダーしても、松田翔太みたいにはならないんだよな。いや、それはそうだね。まあ、そうだね。確かに。うんうんうん、山崎さん、誰の髪型意識してるんですか？どうやって注文してるんですか？俺？いや、別に普通に、ま、横を任せて。任せて、ちょっとさっぱりめで。さっぱりめでっていう。うん。ギバちゃんみたいな感じ。古いな。さっぱりイコールギバちゃんなの？いまだに？うん、俺やっぱ好きやな、あのギバちゃんカット。ラジオネーム満腹定年。iPhone が新しくなったからって、お前が威張るのは違うと思うんだよな。そうなんだよね。買ってね。いや、もうやっぱ6の新しいやつだからとか。買ったんだよな。買ったんだよな。うん、これ iPhone のやつは、あ、もう手に入れたんだよな。だよな。お前が入れるわけないよ。時代の最先端行ってますよ、みたいな感じを出してた。最先端だよ。何でもねえ。うん。そう。セックスロボットね、手に入れたんだけど、ちょっとね、驚くけどね。驚くよ。これみんなが持ってないもんだからさ。そうそうそう。iPhone6 だって、それはもう何日か違いのことじゃん、うん、そんなの。そうですね。確かに。うん、でも何って、セックスロボットでも隠すんだよな。うん。セックスロボットは、坊ちゃんは。並びます初日。セックスロボット。お前、そんなセックスロボットの開発者や販売者がそんな野暮なことするわけないだろ、お前。並ばしたりしないか。当たり前だろ、お前。みんな、はい。秘密で買うの。そーっと送って。おん、さ、竹竿っていう風に書いて送ってきてくれるよ。もう違うのあるでしょ。竹竿100本。いやいや、おかしいなと思うよ、これ。竹竿。なんか開けてみようかなってなるよね。じゃあこの長さとこの重さ当然だなって配達員の人も思うよ。そんな長いんですか、竹竿。100本すごい。ラジオネーム。夜部屋の夜行性。風俗もいいけど、セックスの教習所があったら、通いたいんだよな。それは童貞はそうですよね。そうだろうな。あ、なるほどな。わかるんだよな。ラジオネーム、グドンなグドン、うん。星野秋で抜けてた頃の純粋な俺にはもう戻れないんだよな。ああ、懐かしいね。ねえ、ほんとだね。人気ありましたね。人気あったね。ちょっとあのー、童顔でおっぱい大きい子ってなぜかやっぱり人気です ね、うん、ね。日本ではね。はいはいはい。ね、私はちょっとそれ嫌なんだよな。入れてくるんだよな、うん、本当に。すごいんだよな。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、うん。ここの喫茶店、しょっちゅうネズミ子の勧誘っぽい会話が聞こえてくるんだよな。あるある。この前一人で昼の焼肉ランチ入ったんだよ。行ったんですか、ちょっと高めの。ほう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 。そしたらそこで平気で闇カジノ のこと話してる人いたけど、うん、大丈夫なの？そんな店でね。もう深夜1時回ったら結構あの、暗証番号入れなきゃいけないから、あそこ入りにくいんだよな、あの闇カジノって言ってる人いたけど、平気それ。いや、やばいでしょ。そんなでかい声で話していいこと、それ。いや、ダメ、絶対ダメでしょ、そんなことはね。警察呼ぶとこだったよ、もう。さあ、一回ブレイク。ジーザスアベレ。ラグビー選手の筋肉を、ラグビー選手の筋肉を脂肪に変えたら俺なんだよな。ぶっこぶってことでしょ。もう金城さん状態ですよね。ああ、そうですかね。まあ、
立教大学の今ラグビーのメンバーってたまに集まって飲んだりする？そうですね。あ、1ヶ月前も、はい、飲んで。あ、そう、どういう話するんですか？いやでも国立演芸場じゃなくていやもういいもういい。なんで立教のラグビー OB が演芸場の話してるの？国立競技場とか国立演芸場の関係ないじゃん。演芸場の関係ないじゃん。すみません。ラジオの妖怪きなこじじ。カニカマが進化してて本物のカニみたいな味になってるって言われてもしばらくカニ自体食べてないから味わかんないんだよな。まあな。あれがもうカニっぽいことあるよね。うんうん、なんか外国人の方あれもうこれカニじゃなきゃなんだって信じられないらしいですよ。そうなんだよな。 あれで慣れてるとカニ食べた時にいやちょっとこれ違うってなるよ、うん、あ磯臭いみたいな あるんだよ。あれもっとギュッて固まってるもんだっていう感覚もついちゃいますよね、うん、そう。あれ俺ワンタン麺のワンタンってあのインスタントのワンタンばっかり子供の時そっちのワンタンしか食べたことなかったから、はい、大人になってワンタン麺頼んでしっかり身が詰まったワンタン食った時に、はい、餃子じゃねえんだからよ。もっとあの薄いよ、うん、ねでお湯で戻しても中がちょっと硬かったり、あれうまいですけどね。あれうまいんだよ。金木はでもあれ寿司屋の息子だもんな。そうですね、うるさいの、はい、味にはそういうの結構うるさい。いや僕でもそんなにあれですけどね、はい、でもまあまあまあそれなりにはね。汚いんだろ寿司屋。いや汚くないですよ。綺麗な。本当このラジオで僕の実家の寿司屋いじりしたら何人かいじろうとして僕の実家に持ってくるんですから。一回うんこしてそのまま流さないで帰った人がいたんですから。もうそんなやつ捕まえてげんこつだよ。ラジオのゆうたろう。スポーツ選手で抜くのって背徳感すごいんだよな。あーわかるな。ちょっとそうだな。なんか今もう全6はいはいはい、1週間分全部取るやつになったから、その喜びはないけど、結構なんか一か八かでスポーツ大会とか録画してたもんよ。スローで見てやろうと思って。そうですね。当に一生懸命だから余計に、まあ、抜きがいい抜きがいいってね。ね。ありますよね。いい加減しろ。なんで俺全部俺に昇華せるんですか。スポーツ選手をエロい目で見ること。何のスポーツがいい？でも僕はやっぱり陸上好きなんですよね。1個しか抜けない。え ?1 個しか抜けない。もう一生。一生？もう死ぬまでもうそのスポーツでしか、その抜いちゃいけない。抜いちゃいけない。誰がなんでその条件つける？僕でも陸上ですね。陸上？はい、競技でもいっぱいあるの。ああ、選んでいいですか？そうよ。ね、100女子100m 100で抜ける。女子100の決勝やるね。なかなかだねお前。決勝です。はい、新体操です。もう話黙れないよ。そんなもんベタベタな。そんなもん柔らかいし新体操で抜くようじゃダメだな。子供だなまだ。そうですね。俺でも高跳びとか言うと思ったでしょ。違うんです。100の決勝なんですよ。それはもうね、金清がやってることはあのもうあの週刊誌のね、あの袋閉じのクソみたいな記事と一緒だから。そんな絶対ダメ。そんなのラジオネームオブラートのハート。松代までたたるって言われたんだけど俺で松代なんだよね。いや頑張ってみたら、なんかいろんな方法で松代ならないように。松平健。いや相変わらず腕が落ちてない。回転が早い。さあ引き続きもうちょっと大音な、はい、ということなんですけどもね、はい、田所善意、FM 北海道。俺も前もニートだけど同業者ってわけじゃないんだよな。まあな、話は合いそうだ、合うだろうけどな。そうだよな。辛いな。ラジオネーム全自動アナルおっぴろげマシーン。我が家でアナルのシワを数えてる間に同世代のやつらは活躍をしていくんだよな。活躍、まあその先にはなんかなさそうだな。何でもやってみりゃいいけど、うん、無理だろ多分。アナルのシワを数えるのってその先ないだろ。もうそうですね、きついてんのかな。
巨大な幼虫発見したりとかないだろうからな、多分な。だからって言われちゃうからな。難しいからな、科学の世界も。服なんすかね、アナルの数っていうのは。ラジオの金玉工場長。俺なんか小遣い2万だよ、信じられるって言ってるやつ、月収2万の俺には眩しすぎるんだよ。眩しいか。眩しいか。金木だから金持ちなんだろ、家は。まあ言わば、うんうん、いや、まあでもお坊ちゃんだろ。いや、まあでもどうなんすかね。どうなんですかねっていうやつはまあお坊ちゃんだよ、うんうんうん。まあまあちょっといい時期もありましたよ、実家は。いい時期あって、ちょっとバブルの時は良かったですけど、うん、バブル終わってからちょっとしんどかったみたいですけどね。でもだって立派な建物があって、お寿司屋さんしっかりやってたら、街のしっかり、うんうん、そうですね、まあやってますね。集会、はい、だってさ、法事だってさ、来てくれるだろ、うん、みんなお客さんが。そうですね、はい、それすごいよ、俺憧れだよ、うん、そんなの、うん、平子はだってなんだ、海女さんだっけ。海女さんじゃないですよ、 うちはもう学校の教員でしたけども、引退して、そう、先生か、もう先生でも引退しましたけど、ね、あ、まあいいっちゃいいんだよな、それもな。だから大金持ちじゃないけど、はい、安定してるっていうやつもな。安定してますね、うちは。ああ、そうか、うちはな、うちはもうそう言えないもん。いや、まあ、まあ、別にでもそれも、ね、殺し屋殺し屋殺し屋、殺し屋は別に職業としてね。そうですね、お金が発生しないんで、肩が、肩にナイフが、肩、肩にナイフがついてる、肩にナイフ、え、うん、刺さってるんですか。逆だよ、柄の部分が肉に埋まってんだよ。歯が刺さってんだろ、殺し屋じゃないだろお前。殺され屋だろお前。怪我人だろ。どういうことかな。怪我人、クサンと出てくるんだよ。なんで刺さってんだよ。いい加減してくれよ、親バカにしないでくれよ。いやいや、すいません、バカにしたつもりじゃないんですけど、ちょっと想像ができなかったんで。すげえな、お前ら公務員と寿司屋かよ、羨ましいぜ。ラジオネーム、おまっとさんでした。出禁になったピンサラの前通るときすげえ緊張するんだよな。絶対共感しないメールある。そんなことしないから。そうか、まあ俺のストリッパーとの恋の話はどうでもいいな、今日はな。ええ、まあまたにしよう。いや、もうちょっとね、ちょっと聞きたいですよ。いろいろあるからな、やっぱり。ラジオネーム、グドンだグドン。いや、入ってこないですよ、次。気になってしょうがない。いや、これはちょっとこんな時間にやる話じゃない。あなたのおしっこ飲みましょうっていうショーの話が出てくる。ちょっと日改めて。また先の席でね。そうそう、探してみたいな感じでございますけども。ラジオネーム、江野の今子。監督に部活やめたいですって言えないんだよな。わかる。いや、これわかるな、でもな、ね、言えないんだよな、うん、本当。社会人になるとなんで好き勝手言えばよかったなって思うんですけど、その時はね、なんかな、そこは全宇宙ですもんね、当時は。なんか怖いっていうのもあるんだけど、うん、なんかやっぱり悪いなみたいな気持ちもあるしな、うんうん、ね、不思議とな。何なんすかね、あれね。ドスコイ塾に入りませんか。それ使うと意外と使い勝手がいいんだよ、ね、ラジオネームカッコ閉じる。マエケンがメジャーに挑戦するのと僕が部屋の外に出ることは同じぐらい勇気のいることなんだよな。まあな、うんうん、インとヨだけどな、うん、まあ、まあ勇気はいるんだろうな、そりゃ、うんうん、多分簡単だよ、お前のやつは。出ちゃえばね。そう、まあ暗いトンネルの中いるような気分だろうからな、辛いわな。でもトンネルを抜けたらそこにベンチがありましたけど座りますか。それも引きこもりの子に言えるか、そんなことお前。困らせないで。オウムだよ本当に。ラジオネーム、メッキーメッサー。でも、ここ最近のラジオの中で一番いいですね、金木君の調子としてはね。うん。わかったボーイ。ちょっと、CM 中もちゃんと無言を貫いてね。気真面目だからね。
ラジオネームメッキーメッサー、無職な上に風邪ひいて寝込むともう死んでるも同然なんだよな。だからそうだな。だからな、大変だよね。だってほんと、じゃあ、なんかスポーツドリンク買いに行こうかなっていうのももういけないからな。うんうんうん、そうですね。いや、辛いよ。やっぱ一人だとな。いやー、ラジオネームオマットさんでした。行きつけの風俗店が潰れて、静かなるドンの続きが読めないんだよな。散髪屋にあるだろ。あ、ありますね、ありますね。散髪か風俗の待ち合いか、ココイチとかにもたまにあるけどな。買うほどじゃないんですかね。買うほどじゃないんで、静かなるどんな。そうなんだよ。読めばね、読めば面白いんだ、味があるんだよね。黄昏流星群ね、あ、いいですね。ヒューマンスクランブルとかね、あの辺はいいですよね。一切会話の取っかかりがないじゃん。じっと見るなよ、犬じゃないんだから。よしって言われるの待つなよ。ジャスティン・ビーバーよりも毛深いポーン。壊れたシリだよ。シリだよ。ラジオネーム金玉工場長、一回でいいから海外に行ってみて人生観変わるからって、一回でもいいから海外行ってみて人生観変わるからって言われたけど、人生観より残尿感をどうにかしたいんだよな。いくつだよお前。もう変わんないよじゃあお前みたいなやつは。もういくつか、どっこい塾に入りませんか。変わんない変わんない。ダメなやつをスカウトするんだよな、ずっと。そんなもう相撲とかよりももっとやりたいことないの。バタハハ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 ハ。何でも一人でできないじゃないか、お前は。お遊びじゃないよ。こっちのセリフだよ、本当に。ラジオネーム、にもこ。ダイエットしようと思って夜ウォーキングしたけど、途中でお酒買って飲んじゃったから意味ないんだよな。わかるね。逆に吸収率がいい時に飲んじゃったり食べちゃったりするっていうね。よくないな、でもな。わかるけどな。ラジオの妖怪きのこじじ。宝くじは買わなきゃ当たらないって言われても買う感がないんだよな。まあな、300円だけどな、あんなもんな。ラジオの稲中ストリート、ハードタイプのヘアワックスでもさすがに ED のチンコを硬くすることはできないんだよな。当たり前だ。どんだけ信用してんだ、ハードタイプのヘアワックスを。トスコイ塾に入りませんか。なんでだよ、関係ねえだろ。黙ってろよお前。わかったボーイ。来週もそうするぞお前、本当に。トボーっと。結局最初に与えられた5個ぐらいの使い回すことになってますね。いや、ほんと、全部辻くんにその素材渡しといた方がいいよ、多分。それで辻くんが押してた方がいいもん。お前別に来週来なくていいよ、別に。悲しい、悲しい、悲しい。ラジオネーム、三重の坊主頭。クズ人間って言われたけど、人間扱いされて嬉しいんだよな。まあな、怒られると嬉しい時もあるわな、人間な。一旦ブレイク。ラジオネーム走りグマ、俺みたいな人間がサカナクション好きって言うとサカナクションに申し訳ないから、ついついワンズが好きって嘘ついちゃうんだよな。なんかわかんないじゃないけどな、なんかちょっとおしゃれすぎてちょっと俺に合ってないかなってことがあるよな、とらんくな、ね、聞いちゃダメなのかなって、だな、服とかでもさ、はい、俺じゃないよなって時あるよな。前髪をなんかね、前髪で目をこう隠すような子じゃないとダメなのかなって。そうそう、違いますね。いや、なんか僕もだから、セーターとかね、うん、本当は着たいんですけど、うんうん、いやー俺はあれだろうなーっつって、セーターとかじゃなくてやっぱりふんどしかなんか巻いてるのが一番ベストかなーなんて思ったりはしますけども。ふざけきれないですね。は
イスジャブナイスジャブジャブ打つなよもう。おいジャブ打つなお前ら。距離取ってジャブばっかり打ってきゃよって距離はもう分かります距離測られてますよ距離感をね、うん、あれもう9時半過ぎてんだよお前いつまで距離測ってんだお前決めてくれるんだろうな最後あと20分ありますラジオネーム三平亀田光輝と味噌のって喋り方全く同じなんだよな本当そうかなうちうちおかしいうちどうちょっといや真似してみてくれる亀田光輝のモノマネ俺で平子は味噌ののモノマネしてはいはい、うん、せーのうちはうちうちうちは引退すんねやでもせえへんねやなあなんで思う需要あるからやん。こらしゃ需要あったら引退する必要はないへんねや。なあねこれ。わからへんの。さあほら。やめねえじゃんお前が。じゃあ。全然やめねえじゃねえか。肉眼で追い切れなかったこの応酬。全然違うじゃねえか、喋り方も。いかにしろ、合わせろよ。ラジオネーム。ベネット静かに暮らしたい。通勤中、痴漢に間違われたくないから、ニートのままがいいんだよな。まあ、そうまあな、そっか。電車あんまり、その通勤ラッシュの時間は乗らないようになったからな。うんうんうん、乗るでしょで乗ることあるでしょ仕事によっては。ありますよ。怖いだろ、今電車。今だって冤罪でもね。なあ。ありますもんね。もうだって、ほんと上に両手乗せて、はいはいはい、そうです、そうです。もうそんなんだろもう縛っとかなきゃいけないぐらいの話だろ、はい、今の世の中で言うとこっち意識なくても肘だ腕だって当たっててもなんやかんやって言われてる人いますからねだから五郎丸さんだって電車乗ったら大変なことだろあんなのもうそっくりやってくるあのポーズしてたらまずいっすねやる気満々じゃんねこの人何を測ってんだルーティーンで何のルーティーンなんだ電車の中でラジオネームかっこ閉じるブスには緊張しないけど小綺麗なおばさんには緊張しちゃうんだよな、うん、なあ小綺麗なおばあさんか小綺麗なおばあさんまあ難しいとこだな、うん、ブスには確かに緊張はそうそうしないな、うん、そうですね小綺麗なおばあさんはもうそうねちょっと単純に金持ってそうだからなんかうるさいこと言いそうだなっていうのがあるよなあそうじゃないでしょ馬場線とかじゃないでしょ京線じゃないでしょ竹下恵子さんレベルでね保っててもらえればまだね、まあ、さ竹下恵子さんでも一番いいとこじゃないそうですね松坂恵子さん、ね、松坂恵子さん宮崎美子一番いいよ、はい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 、すごいねあそこまで保ってたら大したもんですよね逆草薫さんあたりもいいですよね結構年上ですけどいやちょっとでもあんだけ綺麗だったらちょっとふざけるなしっかりふざけてくれないとねマジかなっていうトーンで来ちゃうからさマナかなえマナかなほら龍さんも言うけどヤバいやつだからマナかなちっちゃい頃からマナかが好きっていうギャグ言うけどさあれヤバいやつだからそれねえラジオネームラッパーザキバチョフ上司においって言われただけで仕事辞めたくなるんだよなわかるわなこれはね怖いもんなもう俺巨人師匠おい有吉って言われただけでもう身を隠してるもう一人の弟子行けもう一人の弟子行け巨人師匠は特別ですけど、ね、上司ともまたちょっとね怖いおいハハ見つかるんだなでもなねえラジオネームブラザーフットオブスティール同窓会に俺を呼ばないっていうドッキリをされ続けてるっぽいんだけど何十年経ってもネタバラシが来ないんだよな寂しいけどありそうだな一旦ブレイクさあ引き続きダヨナをやっていますラジオネームフェミニー中野風俗嬢のブログって読んでるだけで勃起してくるんだよな。なんか、もう風俗行こうかなと思ってホームページ見てたら、風俗嬢のな、ブログに飛ぶみたいな飛んで、見てて、そっから動画とかあったら、もうそこでちょっとしこっちゃって、もう終わっちゃうっていう。プロフィールでもいいですもんね。プロフィールもエロいね。いいですね。すごいね。最高だね。最高です。隠してあるんでね。
顔が？いや顔じゃなくてくるぶし。そう？平子がもう我が子のように嬉しそうだな。ナイスフックですよ。フック決まった。有吉さんの意識飛んでますよ。全然なんだよ。俺ジャブにしか感じねえんだけどな。今度焼きとんおごるね。好きなの焼きとん。焼きとん食べに行くんですよ、いつも2人で。あ、そう。美味しいとこ知ってんの？知ってるんですよ。こじんまりした。まあ、お互いな、2人で行って絆め合う分にはな、誰にも迷惑かけないからな。僕のお笑い界の展望を語り合うんですよ。ラジオネームデビッド・ユーちゃん。この中華料理屋はマックより出てくるの早いんだよな。だから、なんだろうなっていうのあるよな。ありますね。作り置きじゃねえのに早いみたいな。それぐらいあなたたちのギャグもね、まあ平子にギャグ求めるのはかわいそうだけど、金木をもう返しが出てくるっていいけど、速射砲のように。わかりました、返していきましょう。何を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 ですか？俺が聞いてんだよ。何をですかって返してくる。そう、ギャグバンバン返してください。ギャグバンバン。お前結構金木が滑るとお前どんどんなんか他人のような顔する。そんなトレーナーじゃないだろ。ピンチの時こそ褒めてやるよ。全然止血しねえじゃん。俺はふがし野郎ですよ。スカスカの。大な終わり。ラジオの夜嫌いの夜行性。せっかく出所したのにシャバでもマイナンバーとか与えられるの辛いんだよな。ちょっと風刺やめてよ。風刺お断りよこのラジオ。まだ届かないのかな。俺まだ届いてないのかな。よくわからないな。ラジオネーム謎解きポテト。福士蒼汰の中身が俺だったら今の福士蒼汰よりも人気出たはずなんだよな。性格が良さそうってことかな。絶対無理だろうな。お前が福士蒼汰の顔を持っても1年持たないだろうな。1年で今のお前の顔になるよ。そういうもんよ。まあまあ、うん、環境と性格だからね。ラジオのベネットは静かに暮らしたい。家の鍵今より10倍ぐらいでかいサイズだったらなくすことなんてないんだよね。大変だろお前。ベルセルクじゃないんだから。お前背中に体験みたいに背負うんだよお前鍵。なるほどね。ラジオネーム金玉工場長。シティマラソンとハロウィンパーティーに参加してるって成功者の証だよな。全然だろ。ハロウィンパーティー今もう街の若者がみんなやってんだから。ある程度グループは作れる人たちみたいなねところですよね。シティマラソン成功者じゃないだろ。ノッチさんとか安田さん出てからね。ただの応募者ですよね。そうだ。応募の当選者。そういうのやんないよな。シティマラソンの時やんないな。僕やんないですね。まだあれやるんだったらアウトサイダー出るぐらいの方はまだいいですけどね。格闘技な。はい。そうか。金木はなんかやんないの？頑張れ僕ら。何なんだこいつ。めちゃくちゃな。お前ブレイクの間に平子にこれもこれも言ってないぞって言われるなよ。お前アドバイス受けてんじゃないぞお前。地獄も見せてやろうか。あらたつあったラジオネームサラマンダーサラマンダー。2匹来ちゃう。オスとメスってな。ラジオネーム三平。まだ35だけど友達いないから老人会入って威張りたいんだよな。いやこれもう俺よく知ってるわこれ。北沢タウンホールに午前中行くとおじいさんおばあさんしかいなくてさ、そこで俺ドカッと座ってお茶ガブガブ飲んでいっぱいお茶飲んですげえだろって顔してた。若いからすごいお茶を飲むぞってやってたんで自己満足で。こいつらお茶飲まねえなーって。黒歴史ですね。ラジオネーム満腹でいなり。いや今よく立ち直ったよだいぶ俺も。
長いトンネルを長いトンネルだったな。ラジオネーム満腹ティナリ。ドラフトの日にアナルに携帯入れてたけど電話かかってこなかったから気持ちよくなかったんだよな。なんじゃねえか。すごい。大したもんだよ、本当に。大物だよ。ああ。そうか。ドキドキするだろうな、ドラフト。あれは。結構だってかからないこともあんだもんね。みんな会見場まで開いて、会見の準備までしててかかってこない時あるからね。カメラ入ってね、目の前で何台か。大学の時の古田さんとかそうですよね、多分ね。いや、そうなんだ。ああ、そんなんやね。社会人からでしょ。恥ずかしいだろうな。恥ずかしいでしょうね。恥ずかしい。ねえ。いや、だって M1 の合格者発表なんて、まあ、みんな大勢いる中のあれだけどさ。はいはい。あれ一旦ブレイクしていい？どう？人間ドック終わりました。引き続きダイオナーでございます。さっき金清さんが人間ドック終わりましたっつって言いましたけど嘘ですからね。皆さん気をつけてください。レジオネーム団子泥団子食べ太郎。俺が可愛いって思う AV 女優はすぐうんこ食っちゃうんだよな。まあ、ちょっと食い顔ってでもなんかありますけど、ね、まあ、ね、あるかな、うん、切ない、うん、切ないけどいいよね。いやいやいや、それはそう、ね、まあ食うのがちょっとせめぎ合いですよ ね、 難しいですね。切ないけど嬉しくて、これが背に控え放棄だ。それおかえぞんて呪いかけられるぞお前、そんなのお前頑張れモグラ。ダメだこれ。こいつにはもう手の施しようがないよ。ラジオネーム穀物変態。元気で育ってくれればそれでいいって言ってくれたあの時の言葉は嘘だったんだよな。まあな、親の気持ちになりゃな、最初はそうだろうけどな。ラジオネーム穀物変態。母親の長電話を盗み聞きしてたら引くほど悪口言ってたんだけど、話の内容からして多分僕のこと言ってるんだよな。連続で寂しいの送ってくんだよ。本当に待ってくださいよ本当に。ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。ボクサーパンツ履いてチンチン揉むといつもよりチンチンが大きく感じるんだよな。ラジオネーム、アナナシ、カラシ、レンコン。あのメニューうまそうだけど、漢字が読めないから頼めないんだよな。孤独のグルメ、台湾編じゃないんだから。下水湯。下水湯。みたいな。何が出てくるの。なるほど。魚だな。いけますね。いけますねってなんだよ。二代目。本当？あ、そう？嬉しいな。ラジオネーム、熱海のたこ焼きマントマン。歩くのめんどくさいから足にセグウェイ埋め込みたいんだよな。わかるね。ローラースケートとかね。一時期あったよね、子供がかかとのところついてるやつで、スーパーとかね、やっててすぐ禁止されてたけど。怖いですもんね、うん。ああいうのってさ、スケボーとかローラースケートもそうだけどさ、ここでやんなさいって場所指定されちゃうともう急にやりたくなくなるんだよね。やっぱ街中を、こう、駆け巡りたいよな。やっぱりな、そう、うんじゃねえんだお前みたいなもん。家でジメ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 してるくせに。何が外で駆け巡りたいで、黙ってろお前、嘘つけやがって、この変態、変態童貞野郎。グードネも出ないよ、もう。グード。ごめんなさい。セッションこんなんだからね。セッションそんなんだよ。一気にも詰められて、もう。もうテンポも何も何も喋ってなかったもん。そういうもんだから。変われん、もう。って言われるんですよ。わがと変われっつってすぐわがに変わる。で、わがと変わったらわががずっとまた怒られる。なんだこの緑のカーディガン着て、こう、童貞野郎がよ。カビが入ってんじゃねえか、チンコにも。その緑のな、苔みたいな。いえー、使ってねえんだからよ。チンコに苔が入ってんだろ。帰れ。ラジオネーム、そして誰もいなくなった。
現に学校クビになるから。そうなんですね。ラジオネーム、グドンだ、グドン。子供の頃からやり直したいって時々思うけど、どうせ違うタイプのクズになるだけなんだよな。成功者にはね、なかなか。難しいよな、なかなかな。ラジオネーム、おまっとさんでした。他の人生あったのか、お前らも。何やってた、お笑い芸人やってなかったら。何やってたかな。だって本来はだってお笑いよりやりたいもんあったんじゃないの、うん、お前、我がはどうなんだ。一番最初になりたかったもんなんだ。刑事になりたかったのか。太陽に吠えろとか。ああ、うん、いいだろう。もうでも刑事じゃなれないよ。なれないですね、今はもう無理。いいなぁ、どっかもう、島の駐在さんとかやりたいよ、俺。ああ、いいですね。いいよなぁ、なんか、みんなから、おぉって言われて。毎日同じ時間に自転車乗って。最高、最高。いい夢だ。いい夢だ。刑事とはちょっと違うけど。あ、全然全然、それでいいっす。松崎は。僕、小さい頃、ケーキ屋さんになる。無理だ、汚ねえな、お前みたいなもんが作ったケーキ。誰が食うんだ、この童貞野郎、バカ野郎、引っ込んでろ。セッション、めっちゃ言われるな。めっちゃ言われるな。そして、ケーキ屋さんって。本当に。じゃあね、おまっとさんでした。お母さんが許してくれても、法律が許してくれないんだよな。何よだよ。そういうもんだよ。私は信じてるわよ。ダメだよそりゃ。ダメだよ。やってんだからお前。何をやってる。何しちゃったのかな。ラジオネーム、ハリーズブラザー。普段は読まないけど、アダルトサイトの利用規約だけはしっかり目を通すんだよな。わかるね。なんかやられちゃいそうな感じするからな。どうしたでしょうっていう、うん。ゲームの説明書とかも随分読まなくなったな。そう、もう長いですね。長いよな。携帯とかのなんか、あとアップデートとかさ、ああいうのももう読まないね。読まないですね。ダメだよね、そんなことじゃ本当は。何されてもしょうがないですよね。しょうがない。同意します、おっしゃってたからね。この、だからラジオもそういう風にしなきゃダメだな、やっぱり。お前のアシスタントに、俺に何を言われても、その、怒ったり殴りかかったりしません。同意しますってやつに。いや、怒ったり殴りかかったりしてないでしょ。ないでしょ。ないし、どういう。いつお前らみたいな人間が襲いかかってくるかもわかんないからな。まあ俺はこの椅子の下に硬い棒置いてあるけどな。硬い棒バーンバーンで終わりだお前ら。硬い棒泣いて帰ることになるぞお前。そういう、いや帰れねえわ。硬い棒で殴られたんだから。なめんじゃねえぞ。脅迫者だよ。同意しろ。それも脅迫。犯罪で同意させたら。ジオネーム。ダッヒー。インターホンが鳴って配達来たって分かってても扉開けるまで AV 女優の童貞狩りじゃないかなって期待しちゃうんだよな。パコパコバスツアー行きてえなと思うな俺も本当に。パコパコバスツアー、ああ素人集めて、ああありますね。俺この仕事さえしてなかったらな、それだけはやっぱ悔いが残るね。この仕事やってなかったらパコパコバスツアー行けたらなと思うと。引き続きだよなぁです。何だったの？何かが揺れてる。はい、いや、最初の音と取った方がいいかなと思って。ああ、それ。キーを今。すぐついてこないと、それダメだぞ、お前、それ、お前。すぐ音取ってパッと喋ってこないと。最初の音が一番肝心なんだから、こんにちはって言っちゃったら恥ずかしいだろ、お前。こんにちはって言いたいだろ。そうですね。こんにちはってなっちゃうぞ、音取っとかないと、バカ。やれよ、お前。こんにちは言う前に音取る。うるせえな、口がないばっかりよ、このハゲ人間。いやいや、どっちもハゲ人間は高井さんだよ。言うんじゃないよ。お前らはハゲてないよ。俺らはハゲてないよ。相当好きだったのね。だよな、もうちょっとね。はい。ラジオネーム、ダヒ。ダヒは4だね。ごめんなさい。はい、ラジオネーム、ゴー。
オーラが見えるやつは基本的に現実が見えてないんだよな。確かにそうですね。霞目だからね、もう。そういうことじゃないですか。オーラ見えてるやつは霞目だから、ね。違う。目薬ぶち込んでやるぞ。乱視じゃないですよ。まあ、そういう人もいるだろうな。オブスティール。キャバ嬢は灰皿取り替えんの早すぎなんだよな。わかる。一本で行きますもんね。一本だったね。高級なところだったらね。一本だったりとか言うね。あんま行かないかわからないけど、まあでも早いイメージあるね、確かにね。いいよこれでね。ラジオのブラザーフットオブスティール。自分が今まで生きてきた中でエロいことに使ってきた金を全額返してもらえたら、親に世界一周旅行をプレゼントしてあげたいんだよな。親はまあ嬉しいだろうけどね。いや、いくら使った。いや、俺もゾッとしたことあったよ本当に。危うく風俗行きたいからっつって車売ろうとしたからね。危ういなぁ。危うかったあの時は。いくつぐらい調べたりしてさ、いくつぐらい、27、28の時じゃない。風俗すげえ行きたい。俺風俗好きだから、うん、初めて言うんだけど。うん、結構言ってる。村山さんでしたっけ。いくつぐらい。あんま言うなって。あと釣りよしな。釣りよしはバレる。いや、車売ろうとしたら、なんか下取りの、あの、携帯ショップみたいなんで調べたら、なんか15万とかだから、あ、やめようと。結局車必要だったらそうですね。そうそう。カマロ、カマロですよ。カマロ売ろうとしまして、風俗行くがために。ラジオネーム、謎解きポテト。付き合ってとかやらせてみたいな無理なお願いはしないから、せめて彼氏とのセックスの様子をカメラで撮影させてもらいたいんだよな。無理だろ。無理だろ。願望はね、うん、ラジオのグドンだグドン。ドブの水にもちゃんとうまいのとまずいのがあるんだよな。すごいな。何が言うせんじゃん。日本でドブの水飲むのは相当だぞ。公園行きゃ飲めるんだよな。なかなか見れないですもんね。そんなにドブなんて。ラジオネーム市川。可愛いと思っていた女性の好きな歌手が笠井智美だと知ったとき一気に冷めるんだよな。笠井智美。まあな、趣味があるわな、それぞれな。まあそんな感じでございます。以上だよな。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、うん、ここの喫茶店しょっちゅうネズミ子の勧誘っぽい会話が聞こえてくるんだよな。分かる。あるある。この前一人で昼の焼肉ランチ入ったんだよ。行ったんですか。ちょっと高めの、はい、ほうほうほう。そしたらそこで平気で闇カジノ、うん、のこと話してる人って。大丈夫なの。そんな店でね、深夜1時回ったら結構暗証番号入れなきゃいけないから、あそこ入りにくいんだよな、あの闇カジノって言ってる人いてる。平気それ。いや、やばいでしょ。そんなでかい声で話していいことそれ。いや、ダメ、絶対ダメですよ、そんなことね。警察呼ぶとこだったよ、もう。さあ、一回ブレイク。ラジオネーム、ジーザス・アベレ。ラグビー選手の筋肉を、ラグビー選手の筋肉を脂肪に変えたら俺なんだよな。ぶっくぶくってことでしょ。もう金城さん状態ですよね。ああ、そうですかね。立教大学の今ラグビーのメンバーってたまに集まって飲んだりする。そうですね。あ、1ヶ月前も、うん、はい、飲んで。あ、そう、どういう話するんですか。いやー、でも国立演芸場じゃなくて。いや、もういい、もういい。何で立教のラグビーオーリーが演芸場の話する。国立競技場とか国立演芸場の話関係ねえじゃん。言い返しろって。すいません。ラジオ妖怪きなこじじ。カニカマが進化してて本物のカニみたいな味になってるって言われても、しばらくカニ自体食べてないから味わかんないんだよな。まあな、あれがもうカニっぽいことあるよね、うん、なんか外国人の方、あれもうこれカニじゃなければなんだって信じられないらしいんですよ。なんだよな。 あれで慣れてるとカニ食べた時に、いや、ちょっとこれ違うってなるよ、うん、磯臭いみたいな。あるんだよ、あれ。もっとギュッて固まってるもんだっていう感覚もついちゃいますよね、うん、そう。あれ俺ワンタン麺のワンタンって、あのインスタントのワンタンばっかり子供の時、はいはいはい、そっちのワンタンしか食べたことなかったから、はい、大人になってワンタン麺頼んで
しっかり身が詰まってワンタン食った時に、はいはいはい、餃子じゃねえんだからよもっとあの薄いよ、ね、でお湯で戻しても中がちょっと固かったり、あれうまいですけどね、あれうまいんだよ、金木はでもあれ寿司屋の息子だもんな。そうですね、うるさいの、はい、味にはそういうの結構うるさい。いや僕でもそんなにあれですけどね、はい、でもまあまあまあそれなりにはね。汚いんだろ寿司屋。いや汚くないです、綺麗な。本当このラジオで僕の実家の寿司屋いじりしたら何人かいじろうとして僕の実家に持ってくるんですから一回うんこしてそのまま流さないで帰った人がいたんですからもうそんなやつ捕まえてげんこつだよラジオのゆうたろう、スポーツ選手で抜くのって背徳感すごいんだよな。あー、わかるなー、ちょっとそうだなー、なんか、うん、いやいやいや、ラジオネームどこまでですか、後ろまでですね、滝後ろだよな、そういうことか、はい、行くぜ、行こうぜだよな、今今日そのパターンないんだよな。石原さとみちゃんの体に捨てるとこなんてないんだよな。ああそうだよな。わかんだよな。確かにだよな。確かになだから。確かにな。意外と難しいんだよな。うるさいな。ちゃんとやってくれよ。はい。困るんだよな。古いね。夜嫌いの夜行性。はい。巨人の歴代巨人選手の歴代スキャンダル写真のラインスタンプとかあったら売れると思うんだよな。うん、ああ確かに、うんうん、ラジオの熊タイム、うん、スカートの丈を長くしろと注意する校門の先生は自分が損してるよな、うん、いやだよな違うやん、いやこれ気づかないから素人かよこれダメだ、これイエローカードだな。あだよな、言わなかった。これイエロー、これイエローです。ラジオネームイエローが2枚貯まるとあれですから、どうなんですか、あの自宅に、うん、あの足の皮を送りますみんな気をつけて、これレッドカードだこれが、これ送られてきますよ、走りグマ、大変なことになるよ。美容室でどんなに細かくオーダーしても松田翔太みたいにはならないんだよな。いやそれはそうだ、まあ、まあそうだね、確かに、うんうん、山崎さん誰の髪型意識してるんですか、どうやって注文してるんですか。俺いや別に普通に前横任せて、任せてちょっとさっぱりめで、さっぱりめでっていう、うん、さギバちゃんみたいな感じ。古いな、いやさっぱりイコールギバちゃんなの、いまだに、うん、俺やっぱ好きやな、あのギバちゃんカット。10年満腹ていない、はい、iPhone が新しくなったからってお前が威張るのは違うと思うんだよな。そうなんだよね、買ってね、いやもうやっぱ6の新しいやつだからとか、買ったんだよな、買ったんだよなとか、うん、これ iPhone のやつはあもう手に入れたんだよな、だよなお前が入れるわけないよ。時代の最先端行ってますよみたいな感じだね、最先端だよ、何でもねえ。ラジオのセックスロボットね、手に入れたんだけどちょっとね驚くけどね、驚くよ、それみんなが持ってないもんだからさ、そうそうそう、 iPhone6 だってそれはもう何日か違いのことじゃん、うん、そんなの、そうです、ね、確かに、うん、でも何言ってるセックスロボット、でも隠すんだよな、うん、セックスロボットは坊ちゃんは並びます初日セックスロボット、そんなお前そんなセックスロボットの開発者や販売者がそんな野暮なことするわけないだろう、並ばしたりしないか、当たり前だろお前、みんな、はい、秘密で買うのかと送ってる。おんさたコンビニの店員さんにトイレ貸してくださいって恥ずかしくて言えないから、うん、いつも漏らしちゃうんだよな。最後攻めて1個なんか買ったりすればいいでしょうよ。どんだけ小心者なのね。三平。実生活では下ネタ言う勇気ないんだよな。言え言え。多そうですね、ここの聞いてる人たちはね。うん、そうだね、我々は本当に言いますからね。そうね。面と向かってるね、考えたら。それから褒めるけどね。知らんわ、もうやばいわ。ラジオね、頑張れ、歌姫。日頃ブサイクな女のことをバカにしてるけど、うん、実際に下着姿見たらギンギンに勃起するんだよな。そりゃそうです、そりゃそうですよ、本当悲しいからね、ラジオのラッパー崎馬直、うん、口の中に拳入るって自慢されてもどうリアクション取っていいのか分かんないんだよな。まあね、
なんかある、なんかあるって言われるからしょうがなくてパターンあるけど、ね、うんうん、ラジオネームグランドマザーファッカー、はい、うちのじいちゃんは浅香光代をおかずにオナニーできるやつだけが団塊の世代って言うんだよな浅香光代がちょっといい女だなみたいな捉え方あるよね、はい、でもね、あ、そういうこと言うね、うん、結構モテたわよなって言うもん、あの人、あで昔なんかね、こういう人と付き合ってたとか、この間も言ってましたよね、なんかね、そうですか、いいんだよね、うん、あの着物だからね、あの下着なんて履いてないからねチラッと寝せてやったらいつ頃だよまんまクオクオクオ浅香光代の浅草の匂いがするよ。どんな匂いやね。浅草の匂い。若い連中みんな私の体取ってきたからね。ラジオに守ってるね。使用済みパンティって実際使用済みかどうかよりも、うん、使用済みだと思い込むことが大事なんだよな。うん、まあね。ついてた昔ね、うん、あのエロ本とかに ありましたね、迷った迷った何買うかどうかを、でもどうせ男の人が、ポン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 って綿棒のやつなんかの、はい、なんかイカの塩辛かなんかの匂いつけてるのって買わなかったね、買わなかったんだよなだよな、だよな、だよな、出ました、はい、以上です。ラジオネームダヒ、ソフトバンク強すぎだよなその辺で言うてる、その辺の居酒屋で言うてる、みんなだよな、強い、強すぎるでしょ、どん、すごいですよね、貯金どんだけって感じですよね、いつの間にかもう巨人ぐらい大補強してません、いやそうですよ、強いね、強い、ラグビー選手の筋肉を、ラグビー選手の筋肉を脂肪に変えたら俺なんだよなぶっくぶくってことでしょ、もう金城さん状態ですよね、あそうですかね、まあ、立教大学の今ラグビーのメンバーってたまに集まってどうです、そうですね、あ1ヶ月前も、はい、飲んで、あそう、どういう話するんですか、いやでも国立演芸場じゃなくていやもういいもういい、何で立教のラグビーオーリーが演芸場の話する、国立競技場の時国立演芸場の関係ねえじゃん、関係いいかしろってすいません、ラジオ妖怪きなこじじ、カニカマが進化してて本物のカニみたいな味になってるって言われてもしばらくカニ自体食べてないから味わかんないんだよなまあな、あれがもうカニっぽいことあるよね、うんうん、なんか外国人の方あれもうこれカニじゃなければなんだって信じられないらしいですよ、あ、あれで慣れてるとカニ食べた時にいやちょっとこれ違うってなるよ、磯臭いあるんだよ、あれギュッて固まってるもんだっていう感覚もついちゃいますよね、あれ俺ワンタン麺のワンタンってあのインスタントのワンタンばっかり子供の時、はいはいはい、そっちのワンタンしか食べたことなかったから、はい、大人になってワンタン麺頼んでしっかり身が詰まったワンタン食った時に、はいはい、餃子じゃねえんだからよもっとあの薄いよ、ね、でお湯で戻しても中がちょっと固かったり、あれうまいですけどね、あれうまいんだよ、金木はでもあれ寿司屋の息子だもんな、そうですね、うるさいんだ、はい、味にはそういうの結構うるさい、いや僕でもそんなにあれですけどね、はい、でもまあまあまあそれなりにはね、汚いんだろ寿司屋、いや汚くないです、綺麗な、本当このラジオで僕の実家の寿司屋いじりしたら何人かいじろうとして僕の実家に持ってくるんですから一回うんこしてそのまま流さないで帰った人がいたんですからもうそんなやつ捕まえてげんこつだよ、ラジオのゆうたろう、スポーツ選手で抜くのって背徳感すごいんだよな、あわかるな、ちょっとそうだな、なんか今もう全録、はいはいはい、1週間分全部取るやつになったから、うん、その喜びはないけど、うん、結構なんか一か八かでスポーツ大会とか録画してたもんよ、うんうん、スローで見てやろうと思って、そうですね、当に一生懸命だから余計に、まあ、抜きがいい抜きがいいってね、ねありますよね、いい加減しろ、なんで俺全部俺に昇和せんですかスポーツ選手をエロい目で見ること、何のスポーツがいい？ああ、でも僕はやっぱり陸上好きなんですよね。1個しか抜けない。え？
一個しか抜けない。もう、もう一生。一生もう死ぬまで、もうその。成功者の証だよな。全然だろ。ハロリーパーティー。今もう、街の若者がみんなやってんだから。ある程度グループは作れる人たちみたいなね。ところですよね。シティマラソン成功者じゃないだろ。ノッチさんとか安田さん出てからね。ただの応募者ですよね。そうだ応募の当選者。そういうのやんないよな。シティマラソンとかやんないな。僕やんないですね。まだあれやるんだったら、アウトサイダー出るぐらいの方がまだいいですけどね。格闘技な。はい。ああ、そうか。金木はなんかやんないの？黙れ僕ら！何なんだこいつ。めちゃくちゃな。お前ブレイクの間に平子にこれもこれも言ってないぞって言われるなよ。お前アドバイス受けてんじゃないぞお前。地獄も見せてやろうか。あらたくさんラジオネームサラマンダーサラマンダー2匹来ちゃう。オーストンですよね。ラジオネーム三平。まだ35だけど友達いないから老人会入って威張りたいんだよな。いやこれもう俺よく知ってるわこれ。北沢タウンホールに午前中行くとおじいさんおばあさんしかいなくてさ、そこで俺ドカッと座ってお茶ガブガブ飲んで、いっぱいお茶飲んですげえだろって顔してた。若いからすごいお茶を飲むぞってやってたんで自己満足で、こいつらお茶飲まねえなーって。黒歴史ですね。ラジオネーム満腹でいなり。いや今よく立ち直ったよだいぶ俺も。長いトンネル、俺長いトンネルだったな。ラジオネーム満腹でいなり。ドラフトの日にアナルに携帯入れてたけど電話かかってこなかったから気持ちよくなかったんだよな。なんじゃねえか。すごい。大したもんだよ本当に。大物だよ。ああ。そうか。ドキドキするだろうなドラフトはあれは。結構だってかからないこともあんだもんね。みんな会見場まで開いて、会見の準備までしててかかってこないときあるからね。カメラ入ってね、目の前で何台か。大学の時の古田さんとかそうですよね、多分ね。いや、そうなんだ。ああ、そんなんや。で、社会人からでしょ。恥ずかしいだろうな。恥ずかしいよね。恥ずかしい。ねえ。いや、だって M1 の合格者発表なんて、まあ、みんな大勢いる中のあれだけどさ。はいはい。一旦あれ一旦ブレイクしていい？どう？人間ドック終わりました。引き続き。そう？平子がもう我が子のように嬉しそうだな。ナイスフックですよ。フック決まった。有吉さんの意識飛んでますよ。全然なんだよ。俺ジャブにしか感じねえんだけどな。今度焼き豚おごるね。焼き豚。焼き豚食べに行くぞいつも。あ、そう。美味しいとこ知ってんの。知ってるんですよ。こじんまりした。まあ、お互いな、二人で行って絆め合う分にはな、誰にも迷惑かけないからな。僕のお笑い界の展望を語り合うんですよ。ラジオネームデビッド・ユーちゃん。この中華料理屋はマックより出てくるの早いんだよな。だから。なんだろうなっていうあるよな。ありますね。作り置きじゃねえのに早いみたいな。それぐらいあなたたちのギャグもね、まあ平子にギャグ求めるのはかわいそうだけど、金木の返しが出てくるといいけど、ああ速射砲のように。わかりました、返していきましょう。何を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 ですか。俺が聞いてんだよ。何をですかって、ね、返してくる、うん、そう、ギャグバンバン返してみます。ギャグバンバン。そう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 。お前結構金木が滑るとお前どんどんなんか他人のような顔する。そんなトレーナーじゃないだろ。ピンチの時こそ褒めてやるよ。全然止血しねえじゃん。俺はふがし野郎ですよ。スカスカの近代な終わり。ラジオの夜嫌いの夜行性。せっかく出所したのにシャバでもマイナンバーとか与えられるの辛いんだよな。
ちょっと風刺やめてよ。風刺お断りよこのラジオ。まだ届かないのかな。俺まだ届いてないのかな。よくわからないな。ラジオネーム謎解きポテト。福士蒼汰の中身が俺だったら今の福士蒼汰よりも人気出たはずなんだよな。性格が良さそうってことかな。絶対無理だろうな。お前が福士蒼汰の顔を持っても1年持たないだろうな。1年で今のお前の顔になるよ。そういうもんよ。まあまあ、うん、環境と性格だからね。ラジオのベネットは静かに暮らしたい。家の鍵今より10倍ぐらいでかいサイズだったらなくすことなんてないんだよね。大変だろお前。ベルセルクじゃないんだから。お前も背中に体験みたいに背負うんだよお前鍵。なるほどね。ラジオネーム金玉工場長。シティとさえしてなかったらな、それだけはやっぱ悔いが残るね。この仕事やってなかったらパコパコパッサーいけたらなと思うと。引き続きだよなーです。何だったの。何かが揺れてる。いや最初の音と取った方がいいかなと思って。ああキーを今すぐついてこないと。それダメだぞお前。それお前すぐ音取ってパッと喋ってこないと。最初の音が一番肝心なんだから。こんにちはって言っちゃったら恥ずかしいだろお前。こんにちはって言いたいだろ。そうですね。こんにちはってなっちゃうと音取っとかないとバカ、はい、やれよお前。こんにちは言う前に音取る。うるせえで口答えばっかりよこのハゲ人間。いやいやどっちもハゲ人間は高井さんだよ。いやいやじゃないよ。お前らはハゲてないよ。俺らはハゲてないですよ。年ならまだ相当好きだったのね。だよな、もうちょっとね。はい。ラジオネームダヒ。ダヒは4だね。ごめんなさい。ラジオネーム5。オーラが見えるやつは基本的に現実が見えてないんだよな。確かにそうですね。霞目だからね、もう。そういうことじゃないですか。オーラ見えてるやつは霞目だから。違う。目薬ぶち込んでやろうと思って。乱視じゃないですよ。まあ、そういう人もいるだろうな。ブッドオブスティール。キャバ嬢は灰皿取り替えんの早すぎなんだよな。わかるわ。一本で行きますもんね。一本だってね。高級なところになったらね。一本だったりとか言うね。あんま行かないかわからないけど。まあでも早いイメージあるね。確かにね。いいよ、これで。ね。ラジオのブラザーフットオブスティール。自分が今まで生きてきた中で、エロいことに使ってきた金を全額返してもらえたら、親に世界一周旅行プレゼントしてあげたいんだよな。親はまあ嬉しいだろうけどね。いや、いくら使った、いや、俺もゾッとしたことあったよ、本当に。いや、怖い。危うく風俗行きたいからっつって車売ろうとしたからね。危ういな。危うかったあの時は。いくつぐらい調べたりしてさ、いくつぐらい27、8の時じゃない。風俗すげえ行きたい。俺風俗好きだから、うん、初めて言うんだけど、うん、結構言ってる。村山さんでしたっけ。いくつぐらい。あんま言うなって。あと釣りよしな。釣りよしはバレる。いや車売ろうとしたらなんか下取りのあの携帯ショップみたいなんで調べたらなんか15万とかだから、うん、あやめようと。結局車必要だったらそうですね。そうそう、カマロ、カマロですよ。カマロ売ろうとしまして風俗行くって言っていいけど、うん、ああ速射法のように。わかりました、返していきましょう。何を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 ですか。俺が聞いてんだよ。何をですかって返してくれ、うん、そう、ギャグギャグバンバン返してください。ギャグバンバン。そう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 。お前結構金気が滑るとお前どんどんなんか他人のような顔する。そんなトレーナーじゃないだろ。ピンチの時こそ褒めてやれよ。全然止血しねえじゃん。俺はふがし野郎ですよ。スカスカの近代な割り。ラジオの夜嫌いの夜行性。
せっかく出所したのにシャバでもマイナンバーとか与えられるの辛いんだよな。ちょっと風刺やめてよ。風刺お断りよこのラジオ。まだ届かないのかな。俺まだ届いてないのかな。よくわからないな。ラジオネーム謎解きポテト。福士蒼汰の中身が俺だったら今の福士蒼汰よりも人気出たはずなんだよな。性格が良さそうってことかな。絶対無理だろうな。お前が福士蒼汰の顔を持っても1年持たないだろうな。1年で今のお前の顔になるよ。そういうもんよ。まあまあ、うん、環境と性格だからね。ラジオのベネットは静かに暮らしたい。家の鍵今より10倍ぐらいでかいサイズだったらなくすことなんてないんだよね。大変だろお前。ベルセルクじゃないんだから。お前背中に体験みたいに背負うんだよお前鍵。なるほどね。ラジオネーム金玉工場長。シティマラソンとハロウィンパーティーに参加してるって成功者の証だよな。全然だろ。ハロウィンパーティー今もう街の若者がみんなやってんだから。ある程度グループは作れる人たちみたいなねところですよね。シティマラソン成功者じゃないだろ。ノッチさんとか安田さん出てからね。ただの応募者ですよね。そうだ。応募の当選者。そういうのやんないのな。シティマラソンとかやんないな。僕やんないですね。まだあれやるんだったらアウトサイダー出るぐらいの方がまだいいですけどね。格闘技な。はい。ああそうか。金木はなんかやんないの。黙れ僕ら。これ何なんだこいつ。めちゃくちゃな。お前ブレイクの間に平子にこれもこれも言ってないぞって言われるなよ。まずい。ああ、でも僕はやっぱり陸上好きなんですよね。1個しか抜けない。え一個しか抜けない。もう一生。一生もう死ぬまでもうそのスポーツでしか、その、抜いちゃいけない。抜いちゃいけない。誰がなんでその条件つけた。僕でも陸上ですね。陸上、はい、競技でもいっぱいあるの。ああ、選んでいいですか。そうよ。ね、100。女子100m。100で抜ける。女子100の決勝。やるね。なかなかだね、お前。決勝です、はい。新体操。もう話に黙れないよ。そんなもんベタベタな。そんなもん。ダメだ。やらかいし。新体操で抜くようじゃダメだな。子供だな、まだ。そうですね。俺でも高飛びとか言うと思ったでしょ。違うんです。100の決勝なんですよ。それはもうね、金清がやってることは、もう、週刊誌のね、袋閉じのクソみたいな記事と一緒だから、そんな絶対ダメ、そんなの。ラジオネームオブラートのハート。松代までたたるって言われたんだけど俺で松代なんだよね。頑張ってみたらなんかいろんな方法で松代ならないように松平健。いや相変わらず腕が落ちてない。回転が早い、ね、回転が。さあ引き続きもうちょっとだよなということなんですけどもね、はい、田所善意、FM 北海道。俺も前もニートだけど同業者ってわけじゃないんだよな。そうだね。まあな話は合いそうだ合うだろうけどな。そうだよな。辛いな。ラジオネーム全自動アナルおっぴろげマシーン。我が家でアナルのシワを数えてる間に同世代のやつらは活躍をしていくんだよな。活躍、まあ、その先にはなんかなさそうだな。何でもやってみりゃいいけど無理だろ。多分アナルのシワを数えるのってその先ないだろ。もうそうですね。きついてんのかな。巨大な幼虫発見したりとかないだろうからな。多分だからって言われちゃうからな。難しいからな科学の世界も。苦なんすかねアナルの数っていうのは。ラジオの金玉工場長。俺なんか小遣い2万だよ信じられるって言ってるやつ
月収2万の俺には眩しすぎるんだよな。眩しいか。眩しいか。金清だから金持ちなんだろ、家は。まあ言わば、うんうん、まあでもお坊ちゃんだろ。いやまあでもどうなんすかね。どうだね、成功者にはね、なかなか難しいよな、なかなかな。ラジオネームおまっとさんでした。他の人生あったのかお前らも。何やってた、お笑い芸人やってなかったら。何やってたかな。だって本来はだってお笑いよりやりたいもんあったんじゃないの。お前わがはどうなんだ。一番最初になりたかったのは刑事。刑事になりたかったのか。ああ太陽に吠えろとか。ああ、うん、いいだろう。もうでも刑事はなれないよ。なれないですね、今はもう無理。いいな、どっかも、はい、島の駐在さんとかやりたいよ俺。ああいいですね。いいよな、はい、なんかみんなからおおって言われて、毎日同じ時間に自転車乗って最高最高。いい夢だ、ね、おいい夢だ、はい、刑事とはちょっと違うけど。あ全然それいいっす。松崎は、僕小さい頃ケーキ屋さんになる。無理だ、汚ねえな、お前みたいなもんが作ったケーキ。誰が食うんだこの童貞野郎、バカ野郎、引っ込んでろ。セッションめっちゃ言われる。何よね、めっちゃ言われるな。そしてケーキ屋さんって本当に。じゃあね、おまっとさんでした。お母さんが許してくれても法律が許してくれないんだよな。何よだよ。そういうもんだよ。私は信じてるわよ。いや、ダメだよ、そりゃ。ダメだよ。やってんだから、お前。何をやってんの。何しちゃったのかな。ラジオネーム、ハリーズブラザー。普段は読まないけど、アダルトサイトの利用規約だけはしっかり目を通すんだよな。わかるね。なんかやられちゃいそうな感じするからな。どうしたでしょっていう、うん。ゲームの説明書とかも随分読まなくなったな。そうですね。もう長いですね。長いよな。携帯とかのなんか、あとアップデートとかさ、ああいうものもう読まないね。読まないです。ダメだよね、そんなことじゃ本当は。何されてもしょうがないですよね。しょうがない。同意します、おっしゃってんだからね。いやこれ、この、だからラジオもそういう風にしなきゃダメだな、やっぱり。お前のアシスタントに、俺に何を言われても、その、怒ったり殴りかかったりしません。同意しますってやつに。いや、怒ったり殴りかかったりしてないでしょ。ないでしょ。まずないし、どういう。いつお前らみたいな人間が襲いかかってくるかもわかんないからな。まあ俺はこの椅子の下に硬い棒置いてあるけどな。硬い棒バーンバーンで終わりだお前ら。硬い棒泣いて帰ることになるぞお前。そういう、いや帰れねえわ、硬い棒で殴られたんだから。なめんじゃねえぞ。脅迫者だ。同意しろ。それも脅迫。逆だよ。柄の部分が肉に埋まってんだよ。剥が刺されてんだろ。殺し屋じゃないだろ、お前。殺され屋だろ、お前。怪我人だろ。どういうことかな。すげえ、クシャンって出てくるんだよ。なんで刺さってんだよ。いい加減してくれよ。親バカにしないでくれよ。いやいや、すみません、バカにしたつもりはないんですけど、ちょっと想像ができなかったんで。すげえな、お前ら公務員と寿司屋かよ。羨ましいぜ。ラジオネーム、おまっとさんでした。出禁になったピンサラの前通るとき、すげえ緊張するんだよな。絶対共感しないメールある。そんなことしないからな。そうか。